ミネルバ・アングイッソラの肖像画は、1564年、頃に、イタリアのルネサンス期の画家ソフォニスバ・アングイッソラが、制作したカンバス状の油彩画である。現在は、ミラノのブレラ美術館に所蔵されている。肖像画の人物は、画家の姉妹、ミネルバ・アングイッソラであると信じられており、マントバのサンビンチェンツを修道院にて入信したおり、シスター・ミネルバの名前を取った姉のエレーナ・アングイッソラ。 のことではない。エレーナ・アングイス・ソラについては、ソフォニス・バ・アングイス・ソラが見習い中のキリスト教の修練者として描いたエレーナ・アングイス・ソラの肖像で見ることができる。一方、一部の美術史やは、本作は実際にはソフォニス・バがスペインに滞在している間に制作された自画像であると主張している。ABC ルイーゼ・フ・パッシュ、スーザン・グレター、ウンモンド・ディダン、 トラチェント・リトラティ・セレブリー、ミラノ、ネット、二千六 SBNIT 以下 c f i 零六八一七七四エディツヨーネ・イタリアーナ、エークーラディ、マリア・グレゴリオ、イントロディスヨーネディ、ナタリア・アスペジ、デュプレス・イル・ノチジ・アリオ・デレダン。二千二十一年六月二十八日閲覧。ステファノ・ザフィー、ラピッツラ・イン・ロンバーディア、ドール・エタ、スパニョーラ・アル・ネオ・クラシシズも、ミラノ、 エレクト、2000、SBNIT 以下ブブレーレー38751、チャプターズバイマルコカルミナティアザーズ、ソフォニズバナーウィーサラ、イールスーソルスレ、ミラノ、レオナルドアルテ、1994、SBNIT 以下アラーレレレー1 9 1 6アンジェラガレーディ、ウナリチェルカイコノグラフォカネルセネコロデンレナウィーサラ、アイリトラティディミネルバ、1992、 ピアニッシモ509から511、フラビオカロリー、ソフォーニズバナウィーサラ、イールス・ソルスレ、ミラノ、エーモンダドリ、1987、ピアニッシモ158から159、SBNIT イカシエファイレイ111864。ありがとうございます。